山本慎一郎 VS 鈴木優太ライト級 62.5 キロリミットです。この試合は3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。3ノックダウンシステムです。頭突き、金的、投げ、寝技、肘打ち、あるいは相手を掴んでの攻撃は反則となります。放送の解説は石川直樹さん、ゲスト解説に篠原優斗選手、そしてゲストに南川さんです。さあ、お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。第1ラウンドが始まりました。赤のグローブ山本慎一郎、そして青のグローブが鈴木優太、両者オーソドックススタイルです。石川さんはまずどんなとこ注目されますか？そうですね、どっちもね、アグレッシブなんで、今の K-1 クラッシュに必要なファイトスタイルっていうのをね、しっかり熟知してるんで、オープニング、本戦のオープニングに関して期待通りの試合をしてくると思いますね。そうですね、はい、そして篠原選手、はい、何度も参戦してきたこのクラッシュが篠原選手の地元でもあるこの大阪での開催ですけど、どんな気持ちでしょうか？そうですね、やっぱり K-1 も大阪でやったんですけど、クラッシュも大阪で開催してほしいなと思ってたんで、自分も大阪なんで嬉しいですね。そうですね、はい、いいことですよね、これはね。まあ、これまで東京、名古屋と開催をしてきたクラッシュですけれども、まあ、2008年の開催からようやくこの大阪大会にこぎつけました。さあ、いい動きを見せている両者。山本選手の右のミドルと膝が素晴らしいんですよね、効いてないのかなってくらいかなり入ってるんですけどね。南川さんは結構格闘技もご覧になるようですが、はい、こう好きな選手どういったタイプが好きですか？あ、でもやっぱり結構自由自在にわーってこうコナーマクレガーとか、でもそんな選手とかすごい好きですよね。あ、本当ですか？はい、まあ、こういったそのマクレガーとまではいきませんが、この立ち技の世界でもこの K-1 ルールっていうのは本当にこう出入りの激しいルールですからね。そうですよね、山本選手なんかすごい前回の試合しぶとくやってたんで、やっぱり楽しみですよね。はい、さあ、ここは鈴木そして山本の戦い。いや、しかし本当に立ち上がりから激しいですね。そうですね、やっぱり山本選手の方が身長が大きい分、その分蹴りをしっかり生かしているって感じですね。フラッシュ初参戦の山本、そして鈴木です。鈴木の方171センチ、山本の方赤のグローブは176センチ、5センチ上背が高い状況です。山本がこうサイドワーク、ステップワークを使って鈴木の周りを動く形を見せました。鈴木選手 の、 独特なこのロッキーですよね。ペチンペチンって蹴る、あれ結構ちゃんと強く蹴ってるに見えないんですけど、膝関節をカクンってこう回して落としてるんで、ぼーっとして聞いちゃいますよ、山本選手はね。篠原選手どうですか、ローは？そうですね、鈴木選手は結構 前蹴りと右ローで結構プレッシャーかけていくタイプなんですけど、で山本選手も結構前に出てくるんで削り合いになるかなと思いますね。あ、何かもうその様相を呈してきているこの第1ラウンド、すでに2分半が経過しようというところです。ちょっとこの山本の動きはどうでしょうか。鈴木がこの右のローキックコツコツと当てていっている動きは見せています。鈴木はここ左ミドルも使ってのしんのしっと前に出る。あ、右のローキックバチンと音がしました。いや、南川さん、はい、ローキックはちょっと効いてきそうですね。いや、これですね、さすがに痛いと思う。赤くなってますし、かなり痛そうですね。ドツッとパンチを当てていきました。はい、おっと、これはダウン取った、ダウン取った、ダウン取った。鈴木の右のパンチだ。山本がまず膝をマットにつきました。カウントが進む、立ち上がりましたが、ファイティングポーズしっかりとっています。ここで第1ラウンド終了です。うん、鈴木選手はゲームプラン通りの試合展開をできているっていうイメージですね。はい、やっぱり最初序盤山本選手の蹴り、膝がバシバシ入ってたんですけど、それをね、しっかり慌てずにペチペチ蹴りながら、ローを蹴りながら、ローを蹴りながら、ね、ローがちょっとずつ効いてきたところにこうパンチ当てるっていう、はい、プランを作ってたんじゃないかなって見えますね。なるほど、はい、篠原選手その作戦どうでしょうね。そうですね、タイプが似てるんですけど、はい、鈴木選手はパンチ出しながらも蹴り、右ローも忘れてないんで、はい、そこでダウンとか取れると思うんで、パンチに意識がいくんで今の感じでいいと思いますね。赤コーナーの山本の方ですが、もう最初この腰を下ろした瞬間にセコンドがこの左の太ももローキックを蹴られたところを軽くさせるように今もその動きを見せています。あ、冷やしてますね、氷嚢で。そのダメージ、左の太ももはどうか、山本慎一郎。さあ、第2ラウンドどうですか、石川さんだったらまだローキックで鈴木を生かせますか？そうですね、ローはローで倒すって意味じゃなくて蹴り続けますね。有効な技ですね、この鈴木選手とこの山本選手の相性としてはですね。結果的にパンチで倒すという形が一つありましたからね。そうですね、第1ラウンド、はい、これ
山本選手がローをねあまりカットしないんですよ、はい、カットしないっていうところにちょっとね一つのポイントもあるので、だんだんこのローキックって最初は我慢できるんですけど、はい、いつの間にか効いてきちゃうんですよ。いつの間にか効いてきた時には実は遅くて、はい、うん、自分の足じゃないような足になっちゃうんですよね。南川さん、このローキックは呼吸法でなんとかなるんですかね。そうですね、やっぱり呼吸法ではなんとかなります。当然あの血出たりしますけどもね、痛くないですけれども、多分失神はすると思います。効いてますね、それ。ローキックで失神ですか。あ、やっぱりね、痛みがこうあまりにも痛くはないですけども、痛くはないんですね。痛くはないですか。白原選手、やっぱちょっと山本ローキックカットはしきれてないですかね。そうですね、あのローキックもらってしまうとやっぱパンチももらってしまうと思うんで、山本選手はローキックをもらわないようにしないといけないですね。青のグローブ鈴木が、うわー、あーっと、ここもダウン取りました。最後ボディーか、ちょっとどうでしょうか。かなり苦しんでいる山本、鈴木が2回目のダウン、試合を通して2回目のダウンを奪いました。立ち上がったのは鈴木優太。この第2ラウンドは初めてのダウンです。一気に攻めに行く鈴木、ダメージ大丈夫かな。ちょっと心配、全部の攻撃が効いちゃいましたよね。ロー、ボディ、顔、ちょっと完全に伸びきったような様子になっているのは山本慎一郎。いや、ちょっとあの山本選手のダメージは心配なんですけど、この鈴木選手はあのローキックで戦うための教科書みたいな試合をしてくれましたね。なんというかキックボクシングを始めたばっかりの練習生とかにローキックってこういう風に活かしていくんだよっていうことのね、参考になるぐらいの素晴らしい試合をしてくれたような気がしますね。まあ、結局パンチで倒して、この膝で倒して、はい、そして最後はこの後出てきます、このハイキック。全部本当に効いたという形ですね。そうですね、ローが効くことでこれだけいろんな攻撃が当たるようになるんだよっていう。こんにちは、オリジナルの鈴木優太です。どうですか、大塚クラッシュ盛り上がってますか。自分、K-1 グループ参戦して2連勝して2連敗して、ここはもう何としても復活したくて、こうやって、KO 勝ちという形で復活できてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。これから同じジムの、リョウガ、ビギン、ルキア君もきっと派手にやってくれるんで期待していてください。ありがとうございました。さあ、それと俺はやり返さないといけないやつが2人いるんで、そいつらは絶対にぶっ倒します。おっ、地元大阪府堺市出身の鈴木優太、このクラッシュのオープニングマッチを右ハイキック一戦勝利で飾りました。鈴木優太が敗れているのは聖也と龍華、この2人に対する宣戦布告もこのリング上で完了。さあ、オープニングマッチは KO スタート。 K-1 クラッシュファイト大阪大会、どうなるのでしょうか。